F リーグ2022-2023 ディビジョン1第6節、7月24日にビーコンプラザで行われたホームゲーム、バサジュ大分はボアルース長野と対戦。開幕から5連敗と波に乗れない大分、ホームで絶対に勝利したいところ。まずは前半、大分フリーキックのチャンス。キッカーは森村、直接狙う。ここはキーパーの正面、ボールを奪う大分。32番陣川が運び、カウンター、フェイントからナイスパス。18番高溝、キーパーをかわしシュート。ゴール寸前で相手のクリア、惜しい。9番元石から森村、落として元石、ここもセーブ。試合が動いたのは9分、大分のキックイン、三浦が触り後方からパカッと。この日キャプテンマークを巻いた16番パカット、強烈なミドルシュートを突き刺し、大分は先制点を奪います。対する長野も反撃、ここはキーパー諸、ナイスセーブ。お互いに激しい攻防を見せ、大分の1点リードで試合を折り返します。続く後半、絶対に勝利したい大分、積極的に追加点を狙いに行く。9番元石、キレのある反転からさらにターン、狙う、惜しい。大分カウンター、野口、そして陣川、テクニックを見せる。わずかに外、コーナーキック、三浦が折り返しパカッと、ここはポスト。ここで長野はパワープレー、絶対に守りたい大分、キーパー諸、ナイスブロック。そしてすかさずロングスロー、6番荒牧が頭で落とし、三浦が詰めてゴール。集中したディフェンスから一気にゴール前へ。8番三浦、体勢を崩しながらも見事押し込み追加点。このゴールがとどめの一撃となり、バサジュ大分開幕から6試合目にして初勝利を手にしました。次回ホームゲームは8月21日日曜日、サイクルショップこだま大須アリーナでエスポラーダ北海道と対戦。応援よろしくお願いします。